はい、こんにちは。今日はね、クイシンロイヤルっていうゲームをプレイしてます。で、もともとはこのゲーム、エイプリルフール用のネタとして作ったらしいんですけど、この度ね、リリースされることになったようで、もう一昨日ぐらいからかな、プレイできるようになってるんで、早速やってます。で、世界観的にはね、第一次世界大戦の背景をもとにね、このなんつーの、このやかんとかさ、スプーンとか、調理器具を装備して戦う、まあ、バトルロイヤルゲームということでね、リリースされてます。でもね、第一次世界大戦なんでね、この FG42 とか PPSH とか、まあ、M1 ガーランドとか M3A1 とかね、その辺の武器が出てきますね。で、回復アイテムはピザ。で、このなんか、カバンブラブラしてんだけど、このカバンがないとね、物が、まあ、PUBG でいうバックパックなわけよ。もうひどいんだよね、これ。この感じ。で、裸でパンツ一丁のね、おっさんが調理器具をまとって戦うみたいな。絵もね、結構綺麗な感じなんですよね。これちょっと後付け実況なんですけど。この汽車とかもね、めっちゃ綺麗でしょ、これ。この石の感じ。さらにはね、この、ああ、いい感じですね。質感がいいね。で、水ですよ、この水。まあ、テスクチャ的にはそんなに細かくないはずなんだけどね、すごく雰囲気がいいですね。ね、結構ね、戦闘システムもそこそこまともでね、なんか結構ガチで遊べる感じにはなってるのかなっていう感じ。意外とシステムが、まあ、なんかよくあるシステムなんだけど、面白いですね。で、まあね、今現在は、アジアサーバーがないんでね、ちょっと US とか EU とか、遠いとこ。これね、漁夫乗りした時のやつですね。で、サーバーがね、近いサーバーがないんで若干ラグい。ラグいけどね、ちょっと面白いんでね、しばらくこれハマってますね。アジアサーバー出てきてほしいよね。さあ、そんな感じで今、二人キルしたいんですけどね。まあ、キルしたらね、装備落とすんで、それを持ってね、どんどん強化していくみたいな。で、装備やかんとか、まあ、頭だとやかんなんだけど、なんかね、足とか今ほら、なんか変なスリッパ履いてるでしょ？これ特殊能力があって、ジャンプした時にものすごい高くまでジャンプできるんだよね。ビヨヨーンつって。で、あとこの右に装備してる酸素ボンベ。これがあると、なかなかね、スタミナが減りにくいって。奥に敵を見つけたんでね、後ろから今、衝撃してます。で、当てるとこうやってヒットマーカーが出てくるんでね、当たってるか当たってないかっていう確認に使ってますね。で、奥に敵がいるんで、まず手前の敵をサクッと倒して1キルしていく。んで、なんかね、いろいろ物が落ちてるんでね、FG42 の弾とか取っちゃったりしてますね。んで、奥に敵がいるんで、そこ、お、今なんか誤作動したんだけど、これがバニーシューズの効果です。で、なんか基地の中にね、人がいるんで、頭をサクッとね、こうやって狙ってます。はい、これでヘッドショット判定。結構ね、狙ったところに飛ぶんでね、本当に頭一個抜くっていうような、まあ、結構ヘッドショットが大事なゲームなのかな、これは。まあ、わかんないけどね、まあそんなにプレイしてないんで。で、これ死体を漁りに来たんだけど、死体がなくて戸惑ってますね。範囲が狭くなってきたんで、周りの状況確認。で、うろうろ。で、後ろから銃声がしたんで、振り向いて。さっきね、もう一個基地あったんだよね。あそこから弾が出てるんで。で、肌色が見えると。拡大して、頭に合わせて、2発、3発取って、ロングレンジキルをしていく。これで5キルですね。結構他のゲームと違って、開始人数が多分30人か40人だったかな。100人ではないんだよね。なんで、そんなにね、キルできる数も他のゲームと比べて少ないんですが、で、この時点でね、アライブにってことで、自分と他のプレイヤーが1対1の状況になってます。結構この範囲にしては早いですね、いなくなるのが。さあ、泳いでいく。さあ、最終局面だ。もう範囲がすごくちっちゃくてね、家の中に敵がいると思って行動しているんですが、実は違う。
さあ、右に敵がいるのを気づいて、狙撃しようと FG42 を構えていく。さあ、撃って。全然当たんないんだよね。ちょっと遠いとね。いや、でもさっきのロングレンジキルできたんだから、今回もできればいいと。意外とね、この、長押しのエイミングが大事で、当たらない。ちょっとここで、しびれを切らした私が、距離を詰めていく。結構ね、スナイパーというよりは、私、もともと FPS やるときは近距離派なんでね、どんどん距離を詰める癖があるんですけど、このゲームはね、あんま距離詰めてもな、まあ、距離詰めて、マシンガンぶっ放してもいいんだけど、結構ヘッドショットね、2発ぐらい当てたら倒せるんで。で、ここで、ボームを投げるが、あまり使ったことないボームを投げているので、距離感がつかめない。で、一発目の距離感を掴んで、ボムを投げるが、向こうに投げ返されてしまう。サクッとね、打ってね。これなんですよ。手前にボムがあることに気づかずに、爆死してしまいました。ということで、今回、5キルして2。ちょっと面白いんでね、次もやっていきます。では。